はい。えー、国原チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。こんばんは。国原晴ら男、国原です。えー、っとですね。まあ、今、ハリー村の方では、まあ、一日体験、えー、そして、まあ、自分の人生を生きるための学習塾、ハリー塾。えー、これは YouTube チャンネルで別チャンネルやってます。それは概要欄からご覧ください。えー、っとですね。それから、あの、乳淀川流域をですね、自然栽培の 村にしようということで、あのニオドパウンドっていうパウンドケーキ、えー、絶賛販売中ですので、興味のある方はお問い合わせください。えー、今日はね、どういう話をするかというと、えー、今はね、ちょっと面白いなーって僕は思ってるのは、えー、その指示どうこうじゃなくてですね、えー、令和代表戦がちょっと。 面白い現象だなーっていうふうに、ちょっと見てるんですね。で、なんで面白いかっていうと、あの、令和代表戦にですね、こう、なんか、保守っていうふうに言ってね、えー、この古谷恒平さんっていうのかなえー、って方がね、まあ、同い年っていうか、同世代の人なんですけど、えー、出られてるで、これが面白いなって思ったんで、ちょっと皆さんに考えるきっかけということでね、えー、ご紹介したいなと思いました。 えー、彼がね、令和代表戦でどういうことを言ってるかっていうと、まあそもそも令和自体がね、あの、山本さんだけじゃなくて代表戦やるっていうことも非常にこう、面白くというかね、えー、興味深く拝見してるんですけれども、 えー、しかも全然活動してこなかったこの作家のね、古日、古屋さんっていう方が出られるというのもまた面白いですけれども、えー、この方がですね、結構 TikTok とかで流れてるんですけど、こういうこと言ってましたと。えーえー、まあ、あんまりね、言葉良くないんで、えー、一部のね、えー、方々は日本をね、えー、アジア、日本はあアジアを解放するために戦ったんだと。 え、いうね、えー、話をしているけれども、まあ実際はですね、えー、戦中にインドネシアを独立させずに、だじゃないかと。戦争に負けてから、結果的に、え、独立に向かいましたけれども、えー、自分の意志でね、えー、もうギブオンリーでやったわけじゃないんじゃないのっていうツッコミをされてました。 もう一個がね、えー、植民地時代、日本は朝鮮にいいことをやったっていうふうに言う人がいるけれども、えー、これについては、えー、支配された、まあ、要は、例えばね、今の時代中国が、えー、日本を、えー、植民地にして、えー、したとしたらね、えー、あなた方はそれ、じゃあ、じゃ中国は税金安くしてくれたからとしましょう。で、それでいいって言うんですかっていうことを投げかけてました。 要は、その、そういうことじゃなくって、その、え、朝鮮の人たちの、え、植民地っていうこと自体が、誇りと尊厳を踏みにじったことなんではないのかっていう、え、質問というか、問題的というか、あの、をされてたわけですね。はい。なので、え、これを裏返していくと、彼は、本当の保守っていうのは、まさに、 自分の、自分が植民地にされる、するとかっていうのを超えてですね、要は、えー、国家あるいは民族としての誇りと尊厳っていうのを大切にするということなのではないかというのを彼は言っていたと、えー、いうことかなというふうに、えー、思いました。えー、そして、えっ、ー、と、上の方はですね、えー、まあ、建前というものを見抜く、えー、必要があるんではないかという問題提起をしていたと。 いうふうに捉えました。で、えっ、ー、と、歴史っていうのはですね、もう本当に人それぞれなんですね。えー、何の資料をどう信じるかによって、えー、全然考え方が変わってきますと。 えー、そういう中でこそね、本当のバランス感覚が求められるわけなんですけれども、えーね、文献当たってみてもね、あの、まあ、それの文献がありましたと、うん、あったとしてですね、それを直接見た方っては少なかったりもしますし、しっかりした本でもですね、本当にそれが起こったのかっていうのはなかなかわ、えー、からないわけですよね。で、かつ、その残ってる資料もそれが本当にそれを えー、記述したのかもわからないという中でですね。まあ、なかなかこういろんな見方があるわけで。なんで、まあ、究極的にはまあ、マスコミや SNS を流れてくる情報と一緒でしてね、えー。人は信じたいものを信じるので、歴史についても信じたいことを信じてるっていうことが、もう大半の方かなと思います。そこに、こう、論理性とか一貫性とか、 えー、そういう、あるいは、えー、人とか社会のあるべき姿とか道徳とか、そういうのをフィルターをかませて、えー、いる人も中にはいらっしゃるんでしょうけれども、なかなか難しいことであるんだろうと。うんまあ、そういった時にですね、えー、っとじゃあ、なぜ、えー、それを信じるのかと、あなたはと、えー、いうことは、あ一つね、 え、チェックのポイントなんだろうと思います。えー、そしてまた、あ、それが、まあ、よく私は言うところの、自分のコップが満たせてるかどうかっていう視点ですね。えー、まあ、別に、あな、それを信じてるから、あの、こうだって言ってるわけじゃないんですよ。ただ、えー、こういう視点でチェックを、自分をね、チェックするっていうのも大事なんじゃないかっていうことですね。え、それが乾きから来ているのではないのか、と、えー、いうことですね。はい。 で自分のこう満たされぬ思いを埋めるために何かすがろうと思ってそういうストーリーにすがってしまっているんじゃないのか。えこういうね、視点はあ一つすごい大切なんじゃないのかと思いました。はい、えー。私がね、彼を支持してる、支持してないっていう動画ではございません。えー、また、令和についてサポートしてる、してないっていう動画でもございません。ただ、 単純に、この令和代表選に見る保守層っていうかね、彼が保守保守って言っていましたので、そういった点をね、えー、皆さんちょっとこう考えるきっかけにしていただくのがいいんじゃないかと思います。はい。でもう私は本当に自ら学び、考え、行動する人が、えー、この日本に増えるっていうことがすごい大切なことだと思いますので、えー、皆さんもそんなこと、ちょっと、 まあ気にしてみて、えー、留意してみていただければいいかなというふうに思いました。はい。えー、ということで、ハ、え、リー村の方はね、まあ、先ほども見ましたけど、自分の人生を生きるための学習塾、ハリ、えー塾、寺小屋スタイルでオンライン開催しておりますので、そちら概要欄からね、気になる方は YouTube、えー、ご覧ください。 えー、ということでねあ、チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、えー、皆さんもね、今日は素敵な一日をお過ごしください。それではまたお目にかかりましょう。えー、国原外国原でした。さよなら。